準備ができたようです。始めていきましょう。子育て選抜 D チーム VS ヤサオの試合です。稼働ファイト。今回はシールドプレイヤーがいるのはチームヤサオ1135、対するは完璧なフルアタッカーで、挑みます。それ選抜 D チーム、点数を取るとお子さんの顔がカットインする。さあまだね、なかなか思うような試合をできない。ここで1枚目のシールド展開してきた。さあこの隙に、さあ点数を、ね、取っていきたい。さあしかし失点をしないぞ。こそさあここで2点なんとかで獲得してきました。残り40秒。さあ硬いシールドは2枚残していますが、このさすがね、公認チームに所属しているこのエイム力、フルアタッカーになると炸裂します。ラストスパート残り20秒。さあラストで2枚のシールドを残して、さあ点数を取っていけるか。さあラスト10秒。さあここで20点に突入です。ここで試合終了。12対5で子育て選抜 D